皆様おはようございます。本日は三菱重工浦和レッドスピーツの監督をはじめ関係者一同を本庁にお迎えすることができ、関係セレモニーが開催できることを大変嬉しく思います。それではこれより三菱重工浦和レッドレディース金賞獲得記念セレモニーを始めさせていただきます。まずはじめに金町長中間はじめが関係の挨拶を申し上げます。中間町長よろしくお願いします。三菱重工レディースの皆さん、おはようございます。大事故の設置でありますけれども、興味を代表して心から関係を、この新たなは先月29日まで、浦和レッドダイヤモンドの春季キャンプを開催したところであります。これに引き続きまして、皆さんをお迎えできることを大変嬉しく思っております。チームにおかれましては23年度の V リーグにおいて現在2位という成績を上がっております。ぜひここを緊張で、距離あるトレーニングをしていただいて、優勝の栄冠を勝ち取るよう、金賞からも栄冠を受けています。ここは皆さんが、お泊まりの、遊びしてホテルの、前には、練習試合が予定されております。ここ周辺全部、応援団の車が、駐車されてちょっと騒がしくなるかもしれませんけれども、ご理解をお願いしたいと思います。まさに、この緊張のトレーニングをできる限りの支援をしながら、浦和レッドレディースの限りない発展と選手の皆様のご活躍を本庁より歓迎の花束を贈呈させていただきます。花束は角手直子の柴田の選手へ贈ります。そのまま記念撮影を ありがとうございました。続きまして金賞及び沖縄県から陣中見舞いを贈呈させていただきます。陣中見舞いは金賞中間はじめ町長、金賞司副町長、比嘉金治教育長、中間久夫商工観光課長から贈られます。贈呈内容は金賞より三品茶泡盛立つ、沖縄県より金町タイモアイス、金のタコライスレトルトパックとなっております。浦和レッズレディースより栗島選手、菅沢選手、長船選手、直本選手4名の方、前の方で受け取りお願いいたします。ありがとうございます。それではそのまま記念撮影のご協力の方をお願いいたします。
ありがとうございました。また浦和レッズレディース柴田花江キャプテンより記念品贈呈を行います。仲間町長前の方へお願いいたします。そのまま記念撮影のご協力もお願いいたします。ありがとうございました。それでは最後に楠瀬直樹監督よりご挨拶を賜りたく存じます。楠瀬監督よろしくお願いいたします。どうもこんにちは、今年もこの緊張を全体で、キャンプを行っています。先ほど町長からも、おっしゃられたように、現在我々は、ウィリーグ2位で、やっております。戻ったら再開されるので、ぜひ、とてもいい充実したキャンプを目指して頑張りたいと思います。一緒に笑えるように、頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。どうもありがとうございました。楠瀬監督どうもありがとうございました。監督、選手をはじめ浦和レッズレディース関係者の皆様、緊張での実りあるトレーニングができるよう街を挙げて精一杯応援させていただきます。この後全体の記念撮影がございます。ご準備の方をよろしくお願いいたします。